どうもこんにちは、今回はですねヒルストーンさんから、ベルテントをいただきました、コットンテントなんですけども、こちらをですね今回は使ってみたいなと思います。じゃあまずねこの中開けていきたいと思いますが、開けるとペグとなんだろうな、これも後でやってみましょう。何か入ってた。じゃあまずグランドシートからですね取り付けしていこうと思います。まずはねペグで全ての隅を打つという作業を行っていきます。じゃあ最初父ちゃんちょっとだけやってもいい？続きやって、あと次はねそっち側やって、今度ここよし、じゃあ今度はですねここに本体を乗せます。よいしょよいしょ。でこれを全部引っ掛けよう。これらのゴムをですね全部引っ掛けていきます。じゃあ今度はですねポールを立てていきます。今度はですね入り口のポールですね、入り口のポールを立てていきます。あとはですねロープをうまいこと調整して張れば完成と。基本はワンポールテントですね。この横はええじゃろやらんでも、うん、ちょっと入ってみましょう。それではまず中をご紹介したいんですが、収納ポケットですね。収納ポケットが4箇所に設置されています。この収納ポケットっていうのがね地味に嬉しくて、例えば子供が脱いだ靴下とかすぐ取り出したいものを入れておけるので、なくす心配もなくてですねかなり役立ちます。でたくさんの窓がついてるので、かなり開放的に過ごすことができるんですが、さすがに冬なので、ここはね換気をするだけに留めました。このように薪ストーブ用の煙突穴も付属してます。でテント本体の下にですねファスナーがついてまして、これをね開けることによってかなり開放的な過ごし方をすることができます。まあ、やり方によってはですねカンガルースタイルみたいな感じで、夏場でもですね大きなタープのような感じで過ごすことができるのかもしれません。
どうでしょうか。かなり広々とした空間なのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。で、普通のワンポールテントと違ってですね、サイドが立ち上がってますので、ワンポールテントでは死角になってしまう端っこの部分、ここもですね、有効的に使うことができます。次回の動画ではですね、キャンプの様子をお届けしたいなと思ってるんですが、大人2人と子供3人、これでね、ちょうどいいぐらいだったかな。まあ、薪ストーブを入れて使ってたんで、どうしてもですね、その辺は使えないんですが、それでもね、問題なく5人で寝ることができました。で、大人であればですね、薪ストーブを使う場合は4人寝るのがまあ精一杯かなという感じがします。で、天井はですね、250センチという高さで、かなり広々としてます。ベンチレーターもついてるので、ここからですね、換気をすることもできます。やっぱりね、天井が高いので、その分ね、ランタンのような明かりは複数用意した方がいいんじゃないかなと思います。こうやって上から見下ろしてみるとですね、収納もたくさんあるし、窓も複数ついているので、かなりですね、居住性が高いのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。まあ、薪ストーブの位置はですね、あそこで固定なんですが、まあ、その左右に、コットが2つずつ並ぶぐらいのサイズ感があります。まあ、コット使ってもね、頑張れば5人いけるかな。ソロで使うにはですね、ちょっと広すぎるかなという感じはあるんですが、これもですね、あえてソロキャンプで今度使ってみたいですね。入り口ファスナーなんですが、内側のメッシュ、それと外側のコットン、このね、2箇所があります。メッシュで閉じて、その上にコットンをかぶせるような感じになりますので、メッシュはですね、上下と左右に開閉することができます。当然ですね、このコットンの部分もメッシュの部分もくるくる巻いて止めることができますので、出入りもですね、楽にすることができます。で、嬉しいのがですね、この煙突穴なんですよね。煙突穴がですね、耐火素材でできてまして、なおかつね、穴が最初から開いてるので、ヒルストーンの薪ストーブであればそのまま入れることができました。この穴開けをやるっていうのはですね、初めてやると失敗しそうで怖いなという方もたくさんいらっしゃると思いますので、最初から開いてるっていうのはね、いいですよね。こんな感じでですね、煙突が通ります。この日はですね、実際に薪ストーブを使いながらテントの中で一泊しました。初めての薪ストーブだったんですが、まあ、使う人がね、たくさんいるっていうのもうなずける暖かさでした。多分今までやったキャンプの中でね、一番暖かかったんじゃないかな。で、一晩ですね、薪ストーブを使ってみたんですが、煙突ガードは全くのノーダメージでした。溶けてしまうというようなこともありませんでしたし、燃えてしまうということも当然ありませんでしたので、安心して使うことができるなと思います。これもしかしたらね、この煙突のところにダメージがあるのかなと思ったけど、ああ、ないね。全然ないね。黒くもなってない。ちょっとすすがあったかなっていうぐらい。まあね、1回で黒になるかなと思ったけど、ねえ、真っ黒になるんじゃないかなと思ったけど、ねえ、
そして結露もなかったね。そんななかったね、うん、すぐ乾くぐらいの結露だった。よかった。今日ね、めちゃめちゃぬかるんでるってのもあるんですけど、こういう感じでね、そうだな、ちょっと雨が降ると厳しいかもしれないですね。この中に入ってくるかも。で、ここ出入り口なんで、できればですね、足踏み台みたいなのがあって、そうだな、ワンクッションかました方が、なんかテントにとってはいいのかなというような感じがします。この太いやつは入ってたの？そうそう、太いやつとゴム紐。あー、ブレみたいな。そう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 。で最後はですね、少しずつ折りたたんでいくという方法を取りましたが、一番いいのはですね、ボールを挟んでくるくると巻いていくのが、まあ、一番収納しやすいんじゃないかなと思います。こっちから、乾かさなきゃいけないよ。乾かさなきゃいけないよ。ということで今回はヒルストーンのワンポールテントをご紹介しました。素材がコットンなので結露もしにくくてですね、薪ストーブを入れられる煙突穴もついていて、直径4メートルという大型のテントなので居住性は抜群でした。概要欄へリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひ見てみてください。それでは。